プロケラトサウルスは、ジュラキ中期バトに、アンのイングランドから発見された、全長3メートル以下の肉食性小型獣脚類の恐竜の属。鼻先に似たトサカが存在したためかつては、ケラトサウルスの祖先と考えられていたが、現在では、コエルロサウルス類ティラノサウルス上下の初期の属だと考えられており、ティラノサウルスの基盤的な親戚にあたる。模式標本は、 ロンドン自然史博物館に所蔵されており、グロスタシャー州のミンチンハンプトンで1910年に貯水池の採掘中に発見された。推定される全長と人の大きさ比較微光管に形成された前兆額骨の棒状の構造が二股に分かれている。ほか、外鼻孔の長さが頭骨長の20%以上を占めて背側に傾斜しているという特徴がある。 外尾口の長さは同じくと坂を持つ基盤的なティラノサウルス浄化であるグアンロンと同様だがグアンロンの外尾口はプロケラトサウルスのものと異なって水平である。全上顎骨の腹側の円は相対的に短くティラノサウルス浄化の特徴をと合致する。反対に上顎骨は腹側の円の大部分を占め全眼下窓も大きく発達している。前眼窓と 外尾口の間にも穴が存在し、これは眼気空とつながっていないため血管が通った穴と推測されている。前上顎骨と上顎骨では骨自体の大きさも異なるが、歯の大きさも同様であり、前上顎骨の歯は上顎骨の歯と比較して非常に小さい。さらに、前上顎骨の最前部の歯の断面が D 字型をしているほか、 葉の巨子状構造が前縁と後縁で大きく異なり、ティラノサウルス状化の特徴を満たしている。完全には保存されていないものの、尾骨の一部が突出して、景観を形成しているのが大きな特徴で、この景観は前上蛾骨の上にまで張り出している。この景観が元になって、ケラトサウルスやオルニトレステスとの関連が疑われることとなった。 CT スキャンの結果内部に空洞が存在することが確かめられ、グアンロンのトサカと同様に岩気性である可能性がある。なお、景観は前方で膨らみを帯びている。頭蓋骨の頭部が欠損しているため、グアンロンと同様に頭部の奥まで発達していたか、ケラトサウルスのように先端部のみに制限されていたかは不明である。初めて、 プロケラトサウルスを研究したアーサー・スミス・ウッドワードは、花に存在するトサカが類似していることから、もともと、プロケラトサウルスを、ジュラ紀後期のケラトサウルスの祖先と考えていた。フリードリヒ・ホンヒューネにより1930年代に行われた研究でも、この解釈が指示され、彼は、プロケラトサウルスと、ケラトサウルスが共に、コエルロサウルス類を代表すると考えた。 ケラトサウルスがより原始的な住脚類であって、コエルロサウルス類でないことが判明した後、1980年代に、プロケラトサウルスの分類が見直された。グレゴリー・ポールは、花のとさかに基づいて、プロケラトサウルスをオルニトレステスに近縁な属とした。彼は、プロケラトサウルスとオルニトレステスはいずれも、コエルロサウルス類ではないとし、代わりに、原始的なアロサウルス浄化とした。 さらに彼は、はるかに大型の獣脚類であるピベテアウサウルスを、プロケラトサウルスと同族扱いし、ピベテアウサウルスを、ジュニアシノニムとした。しかし、両者の化石が発見される岩石が重複したことは、なく、彼らが別の族であることが、後の研究で示された。2000年の研究では、証拠もなく、プロケラトサウルスは、ケラトサウルス化に位置づけられていたものの、 21世紀初頭の系統学的研究により、プロケラトサウルスは最終的にコエルロサウルス類に位置付けられ、ケラトサウルス化やアロサウルス化とは遠道意とされた。2004年に行われたトーマス・アール・ホルツ・ジュニアによる系統解析においても弱い証拠ではあったが、プロケラトサウルスはコエルロサウルス類に分類され、またこれも弱い証拠ではあるがオルニトレステストの 近縁性も示された。プロケラトサウルスの関係性についての最初の主要な再評価はオリバー・ラウジュットラーが2010年に発表した。彼らはプロケラトサウルスは実際にはコエルロサウルス類であり、さらには白亜気候期の巨大なティラノサウルスにつながる系統であるティラノサウルス浄化に分類されると結論づけた。さらに、 彼らは中国で発見されたティラノサウルス上下の恐竜、グアンロンにプロケラトサウルスが最も近縁であることを発見した。彼らはこの二つの属を含む分類群をプロケラトサウルス化と命名して、ティラノサウルス、アロサウルス、コンプソグナトゥス、コエルルス、オルニトミームス、ディノニクスよりもプロケラトサウルスに近縁なすべての重脚類恐竜として定義した。 復元随下のクラドグラムは、ローウェンらによる2013年の研究に基づく。ありがとうございます。